皆さんこんにちは、魔女クッキーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は丸太町からの宅急便です。アクセスはいろいろあるんですけど、これが一番行きやすいのでご紹介しました。可愛い喫茶店も見つけました。ここは夜はバーになるみたいです。またここも宅急便したいなと思っています。一つ目の角を右に曲がります。そしてそのまま直進します。アクセスは簡単です。で、四つ角があるんですが、それも進むと、はい、見えてきました。もうこの辺りからいい匂いがしています。近くに神社があります。私はすごく早く行ったんですけど、もうすでにお待ちのお客さんがいらっしゃいました。ランチは11時半からなんですが、もうどんどん人が集まってきています。今日は雨降りで天候が悪かったんですが、ランチが始まる前にもうすでにこの行列です。それでは美味しいランチの始まりです。ありがとうございます。あ、一人、本当は私は2番だったんですけど、一番初めに並んでいらっしゃったカップルさんが譲ってくださって、店内を撮影することができました。ありがとうございます。今日のお目当てはビジネスランチです。ここは洋食店で有名なんですけど、ハンバーグ専門店なんです。いろんなハンバーグがあります。で、このお店の名物もあります。こうやって待っている間にどんどん列は長くなっていきます。もちろんこのビジネスランチがお目当てのお客様が多いんですが、でも名物の例の秘密のランチも皆さんにも、お昼にオーダーされています。いろんなハンバーグが出てきます。私が注文したのはこれです。ビジネスランチです。本当はハンバーグだけの780円のでもいいかなと思ったんですが、とんかつがセットの980円のにしました。はい、この下にハンバーグが隠れています。ハンバーグは煮込みハンバーグ、他にジューって焼いたやつもあります。皆様は洋食では何がお好きですか？私はハンバーグとエビフライが好きです。よろしければコメント欄に書いていただくと嬉しいです。お味はこう見た目はこってりしてるんですが、あっさりしてて、とんかつもハンバーグもペロッて使ってました。はい、これは何でしょう？そうです、名物のあれです。ビジュアルも迫力があります。
横にあるのはビジネスランチかな、はい、タンシチューハンバーグ、ここのお店の名物です。ハンバーグ専門店なんで、たくさんいろんなハンバーグのメニューがあります。これはジュッと焼いたやつですね。美味しそうです。ではメニューをどうぞ。実は私はメニューを見てまた行きたくなって、今度はディナータイムにお邪魔しました。ランチタイムとは違ってとってものんびりした感じです。店内の中はとってもいい匂いで満たされていました。オーブンからどんどん美味しいお料理が出てきます。それを見ているだけでも楽しいです。さて私は何を注文したでしょうか。あまりのメニューの多さにすごく迷ったんですが、やはりここは、もう皆さんお分かりかと思います。このビジュアル、そうです、このお店の名物のタンシチューハンバーグです。私は本当はお肉があんまり得意ではないので、タンシチューはどうかなと思ったんですが、すごくあっさりしてお上品なお味で美味しかったんです。目玉焼きのお布団の中からクツクツしたハンバーグが見えてますね。サラダもたっぷりです。見てください、この分厚いタンシチュー。本当にトロトロで、すぐに口の中に入れると溶けてしまうような感じでした。このデミグラスソースがすごく優しくて、お肉の素材を邪魔しない優しいお味でした。すごく見た目はハードなんですが、とってもお肉と合ってる感じです。洋食いただくといつも喉が渇いてしまうんですが、全くそんな感じがなくて、あ、これ見てください、ハンバーグもグツグツしています。本当に美味しかったです。
はり最後はこれやっちゃいますよね。そう、めちゃめちゃ美味しかったです。最後の最後まで美味しいハンバーグを楽しみました。これフランスパンにつけても美味しそうですね。レミさん、楽しい時間をありがとうございました。とっても美味しかったです。行列はまだまだ続いていました。そしてまたまた行列を見つけてしまいました。ここはどこでしょう。ここはお蕎麦屋さんです。蕎麦餅も人気です。そしてここは卵を使わないドーナツ屋さんです。予約してお持ち帰りもできます。そして珍しいのは猫ちゃんのフレグランスです。雨が降る丸太町、紫陽花が準備をしていました。